私の名前はユキ。私には生意気な妹の A 子がいる。 A 子は家族のひいき目なしに見ても可愛いと思う子だった。子供の頃から常に人に囲まれているような人気者だった。さらに頭も良く運動神経もいい文武両道な子だった。小さい頃から褒められて育った A 子はいつしか何をやっても平均的な私を見下してくるようになった。お姉ちゃん私と違って可愛いって誰からも言われないねなんて小学校の頃から言われていた。私には常に悪態をついてくる A 子。しかし A 子は友人や先生に対しては性格のいい優等生を演じ通していた。今でも覚えている出来事があった。 A 子にされた屈辱的な思い出。小学生の時だった。 A 子？私のヘアピンどこにあったの？無断で使ってるでしょう。こんな可愛いのお姉ちゃんが使ってもしょうがないよ。私みたいな子がつけないと似合わないから。 A 子もいっぱいヘアピン持ってるでしょ。でも私これも欲しい。ほら私がつけたらお姉ちゃんよりも似合うでしょ。ヘアピンを返そうとしない A 子に腹が立ち、すぐに両親に泣きついた。しかし私が両親に報告したことを知った A 子は白々しく、パパママごめんなさい、これをつけてるお姉ちゃんがすごく可愛くて私もお姉ちゃんみたいになりたいと思ったのと涙を流すふりまでして芝居をした。呆れるしかなかったが両親は簡単に騙された。ユキはお姉ちゃんなんだから A 子にあげなさいと、まるで私がわがままを言っているみたいに叱られた。それ以降も姉妹で喧嘩があった時は決まって私が悪者にされた。ユキは姉なんだから我慢して、妹を泣かすようなことはやめなさい。 A 子は私を見て優越感に浸ったような顔で笑っていた。姉という立場は妹のわがままのために我慢する役目なんだろうか。胃に穴が開かない自分が偉すぎる。そんなことがあって私は親に頼らなくなった。高校時代、あ、ここに2万もある。これもらい。ちょっと私のバイト代返してよ。やだね、お姉ちゃんのものは私のもの昔からそうだったでしょ。両親はこんな A 子を全く叱らなかった。やがて大学生となり実家を離れて一人暮らしを始めた。私が通う大学は実家から通うこともできる場所にあったんだけど、妹や両親と早く離れたくて、高校卒業したらすぐに自立したかった。一人暮らしの生活費はまずバイトと奨学金制度を使って学費を抑えると親を説得し自立を認めてもらった。卒業式の次の日にはアパートに引っ越してようやく一人暮らしを始めた。あの日ほど開放的になった日もなかった。数年後に大学を卒業し就職して OL として某社に勤めた。今はマンションに一人暮らししながら自由に過ごしている。ある日の夜、いつも楽しみにしている一人飲み会をした。コンビニで買った缶ビールを持って公園に行き、ベンチに座って夜風に当たりながら飲むのだ。今までのことを思い返していた。実は彼氏と同棲中で、ビータという彼氏は有名大学卒、身長180センチ以上、小顔イケメン。ビータとは大学の友達から紹介されて知り合った。
ビータから好きだと告白されて付き合うことになった。付き合い出した頃は友人から羨望の眼差しで見られることもあった。今まで妹に虐げられてきた私にとって初めて味わう優越感だった。妹のルックスにずっとコンプレックスを持っていた私を好きになってくれる人がいることがとても嬉しかった。大学卒業間近、ビータに卒業したら一緒に住まない?と言われた。今は大学違うし会う時間も少ないけど、卒業したらいつでも一緒にいられるよね。もっとユキと一緒にいる時間が欲しい。私も。卒業と同時に同棲を始めた。ビータは某大企業に就職、私も某社に就職した。仕事も決まり、大好きな彼氏と同棲も始まって最高に幸せな人生が始まったと思った。しかし一緒に暮らしているとどうしてもお互いの嫌なところも目についてくるようになる。赤の他人と一つ屋根の下に住むと気になってしまうこともある。同棲して数ヶ月が経った頃にビータと買い物に出かけた時だった。あ、お姉ちゃん。なんと A 子と街中でばったり会ってしまった。 A 子は実家にいるはずだけど、実家は町からかなり距離があるので突然現れた A 子を信じられなかった。私学部変更して校舎がこの辺にあるの。学部変更ってそんなに簡単にできる？なんとかして看護学科に入れたの。 A 子は軽い性格に見えて、自分のためになることなら必死で成果を出すところがある。私の予想では将来医者と結婚するために看護学科編入したと考えている。だって A 子は医療現場で常に患者のそばに立たなければいけない仕事をしようと思い立つような人ではない。ユキ、この子は妹さん？うん、私の妹の A 子。あれ、この人お姉ちゃんの彼氏？まずい、 A 子に彼氏がいることバレた。お姉ちゃんやる。こんなかっこいい人見つけるなんてさ。もう A 子はいつもの優等生いい子を装っていた。こんにちは、はじめまして、ビータです。お姉さんとお付き合いさせてもらっています。姉がお世話になってます。あの、これから三人で食事に行きません？もっとお話聞かせてくださいよ。今からって。ビータさんが将来お兄さんになるかもしれないなら、私もビータさんのことよく知っておきたいし。じゃあ、どこかでゆっくりしようか。俺もユキの子供の頃の話とか聞いてみたいし。ありがとう、ビータさん。仕方なく二人についていき、レストランに行った。テーブル席に着席すると、A 子はすぐビータに寄り添うように近づいて話し始めた。私は過去の嫌な思い出が蘇ったようだった。昔から A 子は、とにかく私のものを欲しがる性格だった。私の服やおもちゃ、アクセサリー、CD とか、高一の時には最初の彼氏まで奪われた。そして高三の時の二人目の彼氏とは受験で疎遠になり、その隙を突かれてあっさり奪われた。 A 子に奪われた彼氏たちは総じてユキより A 子の方が可愛いしと言って別れた。失恋するたびに顔がパンパンにむくれるくらい泣き晴らした。そんな目に遭った私は、今の A 子が何を企んでいるか丸わかりだ。高校の時と全く変わっていないらしい。はあ、
お姉ちゃん羨ましいな。何でも奪いたがる A 子はついにビーターをターゲットにしたようだ。その日は食事だけで A 子と別れた。しかし私がトイレに立っていた間に A 子はビータと連絡先を交換していたらしい。ビータさんと話してると楽しい。ビータさんにお姉ちゃんの子供の頃の写真送ってあげたいな。そっか、俺も見てみたいなそれ。というふうに連絡先を教えてしまったらしい。ユキの妹を無視できないし、ああいうしかなかったんだ。言い訳に何も言い返せなかった。2日後には A 子は私たちの家にやってきた。ビータがすでに住所を教えていたらしい。 A 子さんから、みんなでアルバム見て盛り上がりませんか、昔のお姉ちゃんの写真いっぱいありますよって言われて、つい教えちゃった。一度味を占めた A 子はかなりの頻度で私たちの家を訪れてくるようになった。この時すでに A 子の思惑通りに進んでいた。高校時代と同じようなことも起き始めた。 A 子が帰った後、服が一着消えていた。 A 子のやつ。それからも A 子の来訪のたびに私物が消えることが数回あった。 A 子を問い詰めたら小学校の時と同じ言い訳をした。お姉ちゃんより私が来た方が可愛いし。反省のハの字もなかった。ついに A 子と喧嘩になってしまい、ちょうど外出していたビータが帰ってきた。二人とも落ち着こう。何があったの？実は初任給で買った服を A 子が勝手に持ち帰ったことや、その服を堂々と今日着てきたことを伝えた。ビータは当然私の味方になると思っていた。しかし、なんだ、ユキはそんなことで怒らないでよ。服なら俺がまた買ってやるから。結構似合ってるね、エコちゃん。嬉しい。なんなの、いつもいつも。A 子は私を見てニヤニヤ。 A 子はビータに抱きついて、ビータもどこか嬉しそうに見えた。そういえば最近ビータの帰りが遅い。ひょっとして外で A 子と会ってるの？そんな疑念が浮かんだけど、平静を装って数日後に突然あることが起こった。帰宅途中、目の前に A 子が現れた。A 子は私を待ち伏せしていたらしい。お姉ちゃん、ちょっと話があるんだよね。何？ビータさんって丸々卒だし、収入高いし、見た目も良くて最高の彼氏だよね。あんな人と出会えたお姉ちゃんにありがとうって言いたくて。だってビータさんって私にぴったりの人じゃない？A 子、何が言いたいの？私は早く家に帰りたいんだけど。はっきり言うね。ビータさんを私にちょうだい。やっぱりね、少年は昔から変わってなかったんだ。持って生まれた性格なんだろうか。そう、どうぞ。いいの？私があっさり了承したことを驚く A 子。 A 子はビータが執着心が強い男だって知ってる？あ、お姉ちゃん愛されてたアピールしたいんでしょ？強がっちゃって。今まで同棲してきた立場から忠告してるの。もしかして負け惜しみ？昔からお姉ちゃんの悔しそうな顔見るのが好きだったんだよね。それに私もうビータさんから好きって告白されてるの。私は A 子を連れて帰宅した。
先に帰っていたビータは私の後ろにいる A 子にぎょっとした。そして私が A 子との関係を聞くとビータは観念して話し始めた。正直に言う、俺は A 子が好き。ユキと住んでいる間に A 子に相談していたら A 子のことが大切に思えてきて、 A 子も俺の過去を忘れて受け入れてくれるって言うんだ。もう A 子と離れられない。私もピータさんが好きだよ。お姉ちゃんには悪いと思ってるけど、もうビータさんへの思いが抑えきれないの。俺も急にこんなことを言ってごめん。だけどどうしようもないんだ。 A 子が好きなんだ。嬉しい、愛してる、ピータさん。俺も世界で一番 A 子が好きだ。完全に私を置いて二人の世界を作り出してしまった。怒る気持ちすら湧かなかった。ただ呆れて二人を見ているだけだった。じゃあビータ、妹をよろしくね、お幸せに。自分の荷物をまとめて部屋を出た。いつもならこんな時は夜道をとぼとぼと歩きやけ酒するところだ。しかし私はやったー、自由だ、解放されたと叫びたいほど喜んだ。私は A 子がビータを狙っていると分かってからずっとこの日が来ないかと待っていた。よかった、すごく理想的な別れ、何もトラブルもなく別れられた。あまりに感激して本当に何年かぶりにスキップしたら関節が痛くてふっと低い声が出た。コンビニに行って缶ビールを何本か買い、人気のない公園のベンチで祝杯をあげた。数日間はホテルで過ごし、賃貸アパートを借りて新たに一人住まいを始めた。数ヶ月後、すっかり一人暮らしにも慣れてきた頃、全く連絡がなかった A 子から電話があった。無視しようかとも思ったけど、二人がどうなったか知りたかったので電話に出ることにした。お姉ちゃん、助けて。悲鳴みたいな声で私を呼ぶ A 子に、ああ、やっぱりね、と察した。私はビータと同棲してからずっとビータからの束縛を受けていた。かなり異常なレベルで、最初は私のことが好きだから束縛してくるんだと思っていたけど、だんだん粘着質なものに変わっていき、恐怖を感じるまでになった。私はスマホの GPS 機能で常に見張られ、彼からの LINE や電話にちょっとでも時間を空けて返すと怒る。なんですぐ返さないの？とわざわざ電話してきて怒ってくる。たとえ私が仕事中であっても関係なく。限界だと思った私は別れを切り出そうとしたけど、束縛の強いビータにそんなことを言ったら逆に束縛がひどくなりそうで言い出せず、最悪ワイドショーで時々見る別れ話がもつれて恋人を刺して自身も命を絶ちなんてことも頭によぎり、そんな時に現れたのが A 子だった。いつも私のものを欲しがる A 子の性格がこんなにありがたいと思うことはなかった。まさかビータがこんな人だなんて知らなかったの？すごく爽やかそうに見えたのに。 A 子だって清楚なふりして近づいていったじゃない、お互い様じゃない。私はビータの性格を知ってからできる限り嫉妬心を刺激しないように気を使って同棲していた。しかし A 子にそんな気配りができるはずもなく、ビータの束縛や異常な嫉妬心が怖くなり、いや近寄らないでと言って逃げてきたらしい。いよいよ隠さなくなってきたビータから A 子宛に
気持ち悪いくらいの量の LINE メッセージが届いた。いくら拒否設定をしても別のアカウントからビータの連絡が届き、朝から深夜まで愛憎のメッセージが送られてきた。ビータは更新所に依頼して A 子の場所を特定したらしく、実家にいた A 子のところに行き、玄関ドアの前で、A 子と連呼していたらしい。両親は外出していて、 A 子一人で震えながら私に、お姉ちゃん助けてと電話してきたという。はぁ、A 子が私の彼氏を欲しがるからこうなったんでしょ。自業自得よ。お姉ちゃんごめん、何度でも謝るから助けて、お願い、あいつ怖いよ。いくら泣かれても A 子が好きで奪った彼氏だし、同情なんて湧かなかった。むしろビータのターゲットが A 子に移ってくれたことを感謝しているくらいだった。今から実家に行くなんて無理だし、行く気もなかったから電話でアドバイスをしてあげた。まず110番に電話しなさい。できるならスマホでビータの声を録音して、撮れそうならカメラで録画しなさい。私怖いよ、できないよ録画なんて。助かりたいなら言う通りにしなさい。私がここからそこにいるあなたにできるのはこれだけ。電話を切った。どうして A 子は最初に警察に通報することを考えないんだろう。成績は良くても一般常識は欠けているみたいだ。やがて警察がビータを連行し、ビータはストーカー規制法で逮捕、起訴となった。人生一番の恐怖を味わった A 子は、今まで演じてきた優等生をやめ、自分がやってきたことを両親に全て打ち明けた。両親は A 子の本性に気づきショックを受けた。桃園の田舎の住職に A 子を預からせ、修行で根性を叩き直してもらうことにしたらしい。朝4時起きで冷えた空気の中、廊下の雑巾掛けをして2時間正座しながら仏様の前で住職の度胸を聞き、写経と釜風呂のための薪割りをするらしい。食事は肉や魚がない質素な料理。両親や周囲の人たちに甘やかされて育った A 子には特段厳しい修行になるだろう。修行で早く真人間になれればいいけど、私はストーカー彼氏と欲しがりな妹から解放されて今は一人を満喫している。次の彼氏は絶対束縛しない人がいい。まずは同じ失敗を繰り返さないように、男の性格を見抜けるようにならないと。